田梨美彦と村井真由美のお料理しましょう。こんにちは。さあ今日はどうすんの？どうするの？今日はですね、まあ、簡単な副菜っていうか前菜になるかな、まあ、本当に私おナスの料理ばっかりあげてるみたいな、ごめんね。何回ナス出てきたかっていうくらいナス。いや、ナスの料理ってね、もう100種類も200種類もあるんだよ。本当それでナスが嫌いってあんまりいないよね。いる？まあ、あんまりうちの周りで聞いたことないかな。私も一人知ってるけど。あ、そう。あ、私も知ってる。石井ふこ先生はナスの形が嫌い。このおナスを使います。私ね、ナスだけのね、あのレシピでも20種類ぐらいできるかもしれない。すごい。そのうちの今日はナスを焼きナスに生ハムを巻いた、ちょっとしたちょっとおしゃれな、前菜。焼きナスってことはまたあの真っ黒焦げが出てくるってことね。そう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 。じゃあスタートしますか。はい。ではスタート。はい、それではナスは、まあ、このぐらいの大きさだったので3本なんだけど、まあ、4本でも2本でもお好きな量をやってください。で、まずこれ、焼けた時にさ、むきやすいようにここにちょっと切り目を入れておきます。このところを落として、そのヘタを落として、映ってるかな。ひたすら焦げて周りが真っ黒けになるまで焼きます。生ハムです。この生ハム、ちょっとどんな生ハムでも大丈夫ですけど、このぐらいの大きさでした。生ハムを使います。それとお皿にお野菜がこうパーッと引いてあった方がちょっとかっこいいかなと思って、お野菜と、そして焼いて剥いたお茄子をお醤油をくぐらせるんですけど、そのお醤油はだし醤油みたいのを簡単に作って、生姜の絞り汁を入れてそこをくぐらせて、そして生ハムを巻きます。お醤油の作り方ですけど、これはかつお節、袋に入ってるのあるでしょ、これを、こういう茶こしに入れて、ここに熱湯を注ぐと結構ね、いい香りの出汁が取れるんですよ。こんな感じにして、こんな、マミちゃんここにお湯注いでくれる？これお湯です。まんべんなくフリュー。これ一袋の鰹節で、50cc ぐらいのお湯です。そうするとほら見えないよね。見えないね。タミちゃんほらいい香りする。あ、本当だ、ね、本当だ。簡単な出汁の作り方で、よくここを絞ります。ギューッと押し、こうやってね、ギュッギュッと押さえて絞ります。映ってるかな？こんなの映ってないね、うん。そしたらここに普通にお醤油 20cc ぐらい、だから 50cc のお出汁に 20cc ぐらいのお醤油が入ります。ちょっと香りのいい出汁醤油になります。で、これに、
生姜を一かけすりおろして絞ります。それは生姜、これは生姜よ、ほらニンニクじゃない絞ります。これで、漬け汁は完成です。まだ焼けません、お茄子は。 でもだいぶシワシワになってきたね。もう相当焦げないと綺麗に皮がむけないから。はい、生姜すりおろしました。なのでこれで汁を絞りました。こんな感じ。ちょっとおいしいです、うん、おナス熱いからお水の中で、お水の中でかきます。かき蒸しを使うといいかもしれない。あ、ちお水が流れてるから綺麗な色。マヨネーズです。あればピンクペッパー完成です。お待たせいたしました。完成いたしました、はい、完成したってことでもないんだけど、あっという間だったね。どれ今日どれお茄子の生ハム巻き、まあ、うちではよく出てくるから珍しくもないんですけど、皆さんがちょっと変わったお茄子の食べ方ってよく言われるので、うん、ご紹介したんですけど。なるほど、うん、ちょっとね味見したらね、生ハムがねしょっぱかった。今日の生ハム失敗した。本当残念でした。そうなんですよ。もっとタイ米畑でよかったわ。え、そうなの？そうなの。リーズナブル。リーズナブル。それが大事なんだよ。そうそう。なんかしょっぱい感じがしたんだけど私。どう？どうってまだ食べてない。どうぞ召し上がってください。うん、ケンちゃんは？うん。久しぶりだね、けんちゃん。
そうだね、取るときにいるのは特に行く、そうそう、まあ、いや、別にそんなことないよ、ね、え、久しぶりだよ、取らないときはいるけど、取るときにいるの YouTube を取るときにそんなことないよって、ほら、このこと言ったんだあ、そっちだ話は噛み合ってない塩気がそんなことないよって、よかった。パパはほら、味が濃いのとかしょっぱいのとか、じゃあ私いただいていいですか。あのこれね、あの日本酒に、すごく合いますから、あ、もちろんワインでもいいんですよ。今日はこれお茶です。うーん、お家では飲んでもいいんだよ。うん、そうですけどね。いただきます。いただきます。いただいてます、はい、うん、やっぱりね、ちょっとね、時間かかるけど焼いた方がいいね。このね、香ばしさがね。おなす？おなす。おう、焼かないでなんかあるの？ほら、蒸すだけとか。ああ。そういうのだとやっぱりね、この香ばしさが出ないんだね。うん、そうなんだ、うん。これはぜひ焼きなすでやってください。焼きなす好きだね。暑いけど。うん、すごい言って暑いけど。始まる前にさ、言ってたんだけど、何度ナスのお料理になったか、なんであの黒焦げにしてるシーンか。なんでママおナスにそんなに好きなの？え、いや、ナスのお料理っていろいろあるわけよ、うん。こういうのはもちろんあるけれど、ほら、シンプルに焼いておかかと生姜と醤油も美味しいし、揚げナスにしてお味噌で田楽ナスにしてもいいし。中華もいっぱいあるでしょ、ナスが、うん、私ね、一つね、はい、ナスのレパートリー持ってる、うん、あ、知ってる、メンチにつけるやつでしょあれも美味しいわよね。そうなんですよ、ナスはね、すごくあれば何かの役に立つんですよ、うん、だからボイルだから ね、で、これちょっと華やかになるから、あの食卓が、この生ハム巻きはお客様が来た時とかいいよね。そんなことなしね、久しぶりにケンちゃんのダジャレ混ざったところで、ようございましょうか。はい、ようございますよ。はい、そういうわけで、またあの次何か考えますが、ちょっと簡単なシリーズをしばらくやってみようかなと思って。ね、そう、はい、どう、はい、いいと思う。ちょっとしたおつまみとかさ、洋風のおつまみとか和風のおつまみとか、ちょっとした副菜とか、皆さんお家で飲むことが多くなったんじゃないですか。そうなんですよ。もう外なんか出たら、出たらもうそのそうなんよ、俺は怒られちゃうよ、ね、今やでしょ、うん、だからお酒に合うそうそうそう、おつまみうちで食べれるやつをいっぱい考えてあげな。居酒屋さん風、うん、ね、うん、そんな感じで進めていきたいと思いますので、はい、どうぞ皆様、うん、いいねボタンをよろしくお願いします、はい、そしてぼち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 と登録者が増えてきて嬉しいです、はい、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。人流を少なく、え、人流を少なく、人流を少なく、人流を少なく、はい、そうね、頑張ろう、はい、感染には気をつけてください。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。コロナに気をつけて。